オムドゥルマンの戦いは、ホレイショハーバート・キッチナーが率いるイギリス・エジプト軍が、アブダラー・ヒーブン・ムハンマドのマフディー軍を撃破した戦闘である。オムドゥルマンは、現在のスーダンの首都ハルツームとナイル川を挟んで、西側に位置する村で、1884年に、マフディー運動の指導者だったムハンマド・アフマドが拠点を置き、その後、マフディー国家の首都となっていた。この戦いでは、 オムドゥルマンの北方1 1トルに位置するケルレーリが戦場となった。キッチナーは8000名のイギリス軍正規兵と17000名のスーダン人からなるエジプト軍とを率いていたが、彼は河川砲艦の支援を受けられるナイル川沿いの園芸が村を囲むように部隊を配置した。また、この場所は両側に丘が控える広く平坦な地形をしていた。 一方のマフリー軍は3000名程度の騎兵を含む約5万名を要し5つの集団に分かれて A、誇り軍と対峙した。戦闘は早朝の午前6時頃に始まった。陣地に向かってくるマフリー軍の第一波に対して A、誇り軍の砲兵は距離2750メートルから砲撃を開始し、これによってマフリー軍は ライフルや機関銃の射程に入る前にその数を急速に減らすこととなった。同様の事態は A、ホコリ軍陣地全面の各所で展開され、マフリー軍は敵の陣地に取り付くことができなかった。キッチナーはマフリー軍の攻勢が頓挫したのを見て、敵軍がオムデルマンに尻き再編する前に占領しようとして追撃命令を出した。これを受けて騎兵が前進したが、そのうち、 第21野力兵連隊は、少数のマフディ軍兵士が散発的な攻撃を仕掛けてくるのを見て、そちらに進路を変更した。しかし部隊が敵に近づくや、少数と思われた敵の背後の窪地に2500名以上のマフディ軍部隊が隠れているのを発見した。多数の敵の出現に驚きつつも連隊はこの敵軍に向けて攻撃を敢行。 やがてこれを撃退することに成功した。またこの時、連帯には後に、イギリスの首相となるウィンストン・チャーチルも、記者として従軍していた。A、誇り軍が追撃体制に入っていた間に、マフリー軍の主力は、部隊の再編に成功し、再度来たと、西から A、誇り軍に迫った。この構成の正面に位置していたのは、 ヘクター・マクドナルドが率いるエジプト軍のスーダン人旅団だったが、機関銃とライフルを装備する、この部隊はまず西からの攻勢を食い止めることに成功した。さらに味方機兵の起動によって進撃が遅れていた北からのマフディー軍の攻勢に対しても、リンカーンシャー連隊の増援もあって、これを撃退した。この攻勢の失敗によって、ついにマフディー軍は壊滅し、 1> 約1万名が戦死したほか1万3000名が負傷、また5000名が捕虜となった。一方の A、誇り軍は47名の戦死者と382名の負傷者を出したのみだった。ABC、図兵器戦争士、陳中丹、三連書店有限責任会社、2004年、ISBN9620423488。ありがとうございます。